はい、こんにちは、サトルです。じゃあ今日は太陽礼拝の B に行きましょうか。ちょい難しいです。じゃあマットの前に立って、すぐに椅子のポーズ、両手頭の上、吐いて前屈、膝曲がって胸で両手つきます。吸って指だけ残して膝伸ばす、背中もできるだけ伸ばして目線ちょっと前、吐く息両足後ろ、膝胸をつけて伏せて、吸う息コブラのポーズ、吐く息ダウンドッグ、全部吐き切って、じゃあ数字、右足が前で戦士1番ね、リズム中心ね、吐きながら伏せるとこまで、ゆっくり吐いたらちゃんと間に合う、吸う息コブラ、吐く息ダウンドッグ、今度逆ね、吸う息、左足が前で戦士1、吐く息伏せるとこまで、ゆっくり吐きながら、吐き切ったら吸う息コブラ、吐く息ダウンドッグ、吐き切ってから3から5呼吸をきましょうか。肛門とお腹ちょっと締めます。よく呼吸して。あと一呼吸。次吸う息、両足両手の間、指だけついて前屈して、吐いて膝曲げて胸で両手ついて。吸う息、ここから椅子のポーズ。吐いて立ち上がって目の前でやりましょうね。椅子のポーズ、吐いて前屈、吸って指だけついた前屈、吐きながら両足後ろ伏せて、吸う息コブラ、吐く息ダウンドッグ、戦士いきますよ。吸う息、右足が前で戦士1番、吐く息伏せる、ゆっくりね、吸う息コブラ、吐く息ダウンドッグ、吸う息左が前戦士1番、吐く息伏せる、吸う息コブラ、吐く息ダウンドッグ、呼吸します。肛門と下腹部締めます。じゃあ次吐き切ったら吸う息、両足両手の間、指だけついたで、胸ちょっと吐きながら膝曲がってくるので両手ついて、続きこっから椅子のポーズ、吐いて立ってくる前でいらっしゃい、時間ある人もう一回、吸って椅子のポーズ、吐いて前屈、吸って指だけついて前屈、目線は吐く息伏せるとこまでね、吸ってコブラ、吐く息ダウンドッグ、戦士いきますよ。吸う息、右足が前です、戦士1、吐いて伏せる、吸う息コブラ、吐く息ダウンドッグ、吸う息、左足が前で戦士1番、吐いて伏せる、吸う息コブラのポーズ、吐く息ダウンドッグ、
呼吸を置きます。手でしっかりマットをして、でも肩の力抜いて、じゃあもう一呼吸吐き切ったら吸う息、両足両手の間、指だけついた手を爪先少し吐きながら膝曲げて胸で両手ついて、吸う息、吸うのポーズ、吐いて立ち上がって胸前で合掌。はい、太陽礼拝の B でした。 B は少しね、難しいですね。慣れないうちは難しいです。1日ね、5分でも3分でもいいので、1回でもいいのでやってみてください。めんどくさい日もね、あるんですよ。だけどそんな日もですね、マットの前に立つだけとかやってみたらいいと思います。本当にめんどくさい時は、はい、じゃあ今日はもうマットに立つだけ、前屈だけってやってみると、意外と1回できたりするし、1回やったりすると2回目が心地よかったりするので、一遍ちょっと試してみてください。またじゃあ次の動画でお会いしましょう。